民主主義を取り戻せ、えー。知事候補の内藤久夫です。ただいまのが私の目指す東京であります。えー、私はですね、もともと東京の府中市、これがあの地元でありまして、そこで学校出た後陸上自衛隊入りまして、えー、ペーペーの二トットっぺから三島陸素まで九年間。 施設科部隊で勤務いたしまして、それで、まあえー、世の中に出てきたわけでもありますけれども、えー、本当にですね、世の中の酸いも甘いも、甘い方は全然わからないんですけども、酸っぱいところだけはたっぷり、えー、味わっております、えー、そんな中で,ですね私はこの民主主義、えー、つまり、ですね主権者、国民のための政治をやることが、これが、えー、民主主義なんですけれども、これができてないと。 つくづくこの何十年間かけて味わってきておりますどういうことかと申しますと今ですね少子高齢化そして食料受給率このような問題が山積しているわけでありますがそのような問題を、ね、少子高齢化も30年以上前から 食料自給率に関しましても、もう50年以上前から問題になっているわけであります。ところが、そのような問題を何の解決もできずにさらに悪化させている、このような国会議員たちがですね、その自分の2世、3世、それが選挙に出ると当選してくる、これは全然あれですよ、あのまあ、私が考えるには、マスコミの題材ですよ、これは。ええ、マスコミがですね そのような無能な政治家の宣伝ばっかりしているために、このようなですね、無能な政治家ばっかりが出てくる、その結果、何の問題解決もできない、こういう状態になっているわけでありまして、日本は。この先、このような政治を続けされるわけにはいかない、このような思いで私は出馬しているわけであります。どのようなことが欠陥なのかといいますと、まずですね、 今の選挙制度が、えー、実力をですね、政治家としての実力を、えー、試す場になってない、えーまあ、よくあれですね、あのー、政治の質が悪いのは国民の質が悪いからだと、よく言われますが、これは間違っておりまして、えー、政治の質が悪いのはですねマスコミの質が悪いからです、えー、マスコミが政治,政治家に、あのー、忖度して、 政治家のミスをです、ね、追求してないな例えば、あのー、今、問題になっておりますライドシェア、タクシー不足によるライドシェアですね、そして、えー、大学を増,増やしすぎたために起こっている大学の定員割れ、そして少子高齢化、これらはです、ねえー、20年ほど前の小泉十一郎政権のときの、えー、規制緩和政策、これの大失敗であります。 どういうことかと言いますと、まずライドシェアに関しましては、えー、規制緩和を行いまして、えー、タクシー業界に参入しやすくしたわけであります、えー、その結果、タクシー業界にどんどん入ってきまして、タクシーの台数が増えた、えー、分かりやすく言うために、えー、単純計算で言いますと、タクシーの台数が倍になればです、ね、お客さんの数が同じだとすれば、えー、タクシー1台当たりの売り上げは半分になるわけです。 えー、そのような結果、ですね、えー、普通のサラリーマンより、勇気より惜しくて、タクシーやってるような人がみんな辞めてしまった、そのため、この10年後、20年後になって、えー、タクシーがいない、なかなか拾えない、こういうことで、えー、普通の、えー、車持ってる方にタクシーの代わりやってもらおうなんて、こういうでたらめなね、えー、本当の場当たり的な政治,家政治をやるしかなくなってるんです。これが 10年後、20年後、30年後先の小泉失政の付けであります、もう一つ、大学定員割れ、これもですね、大学の許認,可許認可をしやすくしました、その結果、大学がどんどん増えました、その結果です、ね、定員割れを起こした、これは当たり前のことであります。とところがその定員割れを補うためにに中国とか韓国かか韓ら大量に ですかあの留学生これを募集しております、えー、地方によりましては、えー、もう半分以上が中学の留学生とか、こういう大学もあるそうでありまして、非常にこれは問題がある、えー、その留学生の問題に関しましても、この東京大学でもですね中学、中国の留学生、韓国の留学生はもう優先的に、えー、学費無料で、えー 留学させているとこのような制度をね、どっかの政治家が作ってるわけでありまして、そのような、えー、外国人の外国人による外国人のための政治、こういうことをやらせてるのが今の日本の政治でありまして、えー、これはみんなあれです、えー、国民が悪いんじゃない、えー、マスコミが悪いんです、このような政治家の欠点、欠陥をです、ね、報道してない、なぜかと言いますと、 政治家のこのような失勢を報道すると、次から取材できなくなる、このような本当の小さな理由ですね、小さな根拠で報道してないんです、このために小泉失勢のその2世、3世がまた出てくるえ首相、首相選挙にまで出てくるとうこういう馬鹿げた話がまたまたついてるわけでありまして。 ついつい話が長くなっておりますが、えー、このようなことで、民主主義というのはです、ねえー、主権者、一般国民のための政治をするのが民主主義でありますから、外国人のために政治をやるわけじゃない、えー、一企業のために政治をやるわけではありません。えー、今、都政に見ましても、えー、渋谷神宮外苑の再開発、これをやっております。これはですね、えー、一不動産屋の、えー、ビル建て替えのために、 都がです、ね、大量に財,、えー、財政を支援しているわけでありまして、このようなことよりも、えー、同じ税金を投入するのであれば、えー、もう老朽化したですね、変、えー、え,えなくてはいけない、えー、社会インフラ、上下水道、橋、このようなものを真っ先に取っかえなくちゃいけない、それをやってない、で何かといえばです、ね、今の現職の都知事はですね、 東京都を世界一の都市にするなんて言ってますが、こんなものは何の意味もない、ばかばかビルを建てて、人口がどんどん増えても何の意味もない、えー、一番やらなきゃいけないことは、都民、主権者、東京都民がですね生き生きと伸び伸びと生活できる、えー、都市にすることでありました、えー、こんなこと全く頭の中に考えてない。 日本一の都市にするとか、え、そういうことばっか考えてます。えっともう一つ言っておきますが、この少子高齢化この対策でいろいろ国が出しておりますが、この少子高齢化の問題というのは子供が生まれた後の問題ではありません。えー、ワーキングパワーが多くて結婚できないからであります。このことだけはしっかり申し上げておきます。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。